小山豊は、津軽三味線小山流の三代目。祖父に初代、家元小山三次沖菜、父に二代目家元小山三次を持つ。幼少より、津軽三味線小山流宗家、小山三次沖菜に支持。日本最大流派の一つである小山流の三代目として、国内、海外で演奏活動を行っている。2001年、2002年日本便謡協会津軽三味線コンクールで、 優秀賞を連続受賞。2011年、自身が結成した津軽ジャミセンユニット大山 X、ニッタで、ニューヨークカーネギーホール主催コンサートを成功させ、ニューヨークタイムズから賞賛を受ける。2013年には、ラテンアメリカ最大規模の音楽祭である、セルバンティの国際芸術祭に招聘され、自身のユニットを結成し、参加、大きな成功を収めた。 古典以外でも、嵐や、桃色クローバー Z といった人気グループとの共演、嵐ライブツアー2015ジャポニズム、嵐ジャポニズムショーイン ARENA2016 では、和楽器体リーダーとして、数十名の奏者を率いて参加。スカイマジックでは25台のドローンとコラボレーション、狂言師野村満載構成演出の、マクベスへの参加、LA フォルジュルネ、 フジロックフェスティバル2017にも参加するなどコラボレーションは多岐にわたる。最近では松山千春の41年ぶりとなる全国弾き語りツアー松山千春コンサートツアー2018弾き語りに唯一のゲストとして参加。2018年年末には桑田圭介アクトアゲンストエイズ2018平成30年度第3回一人紅白歌合戦。 第60回輝く、日本レコード大賞に出演。2019年、l a f o ルジュルネでなんと、に出演。ラグビーワールドカップ2019日本テレビ系主題歌、嵐のブレイブ、ナオト・インティライミの世界デビュー曲、エル・ハッポネスにも参加。その他、ゲーム、CM 等レコーディングはこれまでに500曲を超え、 テレビ出演、サウンドプロデュース、指導など、その活動の幅は広く、多方面のジャンルにおいて活躍中である。津軽ジャミや民謡の魅力を伝えるため、伝統の継承とともに、枠にとらわれない柔軟な、新たな解釈で既存にはないサウンドを生み出し続けている。1八十一年四月十六日東京に生まれ、六歳の六月六日から祖父小山流宗家。 小山三次沖縄により初稽古を受ける。中学校ではブラスバンド部に所属全国大会出場を果たす。高校ではバンドを結成、当時の担当楽器はベースであった。音楽一家に生まれついたため、幼少期より様々なジャンルの音楽を耳にする環境であった。家では民謡、学校ではクラシックを学び、趣味はスケートボードであったためサブカルチャー文化にも。 系統誌パンクやロック、ヒップホップを好んで聴いていた。特にハイスタンダードに大きな影響を受ける。高校時代にニテンソーニーの音源と出会い、インド音楽、フラメンコ、ラテン音楽、ワールドミュージックに大きな影響を受ける。それらすべてをシャミセンのみで表現するようになり、ジャンルレスな表現を身につけている。最近ではジャズセッション、地中海沿岸の古学期、 シルクロード的コラボレーションも多く行っている。また情景描写を音で表現することを好み舞台、劇中歌やセリフとセッションも多く行っている。究極のセッションは民謡の歌付けとしており、多くのエッセンスを民謡に取り入れている。先人が自然、仕事や暮らしの中で育んできた民謡を構成に、繋ぐため、時代や文化の変化とともに、 新たな民謡を構築する活動を行っている。などなどなど、嵐ジャポニズム商品 ARENA2016、野田秀樹、周馬サルリン、上位モンタナ、福田光平、小浜昭人、ありがとうございます。